皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も新作アプリやっていきたいと思います。その名もヤンダーランド封印されし女神ということで、どういったゲームか説明しながらやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。どういうゲームかというとですね、前回というかこの間紹介したハンターのマジックっていうゲーム、皆さん覚えておりますか？全く内容的にはあのゲームと一緒です。はい、ですが、ちょっと違う点もある。ちょっと違う点っていうのは、属性の中組み合わせでいろんな能力が発動できるっていう点だね。そこがね、結構違うところで、このゲームめちゃくちゃ面白いです。来ました、神ゲー、ということで皆さんぜひやってください。マジでね、俺こういうゲーム大好きなんだよ。でやっててね、やっぱめっちゃおもろいから、みんなにも一回やってほしいと思います。で、この間紹介したハンターのマジックよりも、全然なんか絵的にはね、すごくコミカルでやりやすい内容になってるんで、ぜひおすすめです。はい、でちょっと今ね、偏った撮り方してるんですけれども、ちょっといろいろと見せていきたいと思います。例えば今使っている猫ちゃんが、水属性のキャラクターなんですよね。なので、水の攻撃をしています。で、さらにここに、どうしようかな、これいきますか、雷の猫ちゃんを使うことによって、なんとですね、シナジーが発動するんですよ。この電動とかね、こういう風にプラスダメージを与えれるようになるっていう感じね。そういうことができます。なのでいろんな属性をこう組み合わせて敵を倒していくっていう感じ。あ、でごめんなさい、ゲーム内容としてはタワーディフェンス、この一番手前のこの壁を破られないように戦っていくっていう感じです。はい、なのでこの壁を、破られると負けっていう感じ。で、ここのキャラクターたちで守っていくっていう感じのゲーム、めっちゃおもろいよこれ、本当に。超おすすめですね。無料でできるし、簡単だしね。ただ奥が深いっていうところがね、面白い。もう単純になんかガチャでぶん回せば勝てるみたいな、確かにそういう部分あるんだよ。ガチャぶん回せば勝てるっていう部分もあるんだけど、この組み合わせとかこのスキルの取り方で、全然変わってくるっていうところがね、すっげえ面白いんで、ぜひやってみてください。神ゲー爆誕です。はい、無料アプリナンバーワンになってました、今現在ではね。なんでね、ぜひ皆さんもやっていただきたい。ハンターのマジックよりはすごくとっつきやすいかな。絵がすごいとっつきやすいので、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。はい、あと仲間もここにもっと増えていくので、取り方次第だけどね。今僕の取り方的にはこの水の猫ちゃんばっかり取ってるんで、こういう風になってます。で、これ例えば火の羊さんとかね、使ってあげると、さらに、別のこの属性のこのなんていうか兼ね合いシナジーっていうのが発動するんで、はい、蒸発だったりね、水と火で蒸発とか言ってね、こういう風にこの要素がまた面白いかなっていうところ、なんでいろいろ要素を試しながらですね、ちょっと皆さんに見ていただければいいかなと思います。いや、このゲームにね、超課金してどれだけ強くなるのかっていうのをやってみたいんだよね。超課金を試してみたい。で、ガチャ引きまくってどれだけ強くなるのかっていうのもね、やってみたいと思うんで、ぜひ皆さん高評価しておいてください。たくさん高評価をいただければ、たくさんちょっとガチャを引いてね、ぶち込んでいこうかなと思います。さあ、次どうしよう。ここはね、水をどんどん強化していきます。なぜかというと、もう水を強化しまくっているので、さらに水を強化することによって強くなるということですね。結構ね、偏った選択も全然ありですよ。そう、なんかなるべくならいろいろ取った方がいいじゃないって思うじゃないですか。だけど結構偏って取ってあげると結構強かったりもするんで、これちょっと失敗例ですね。壁を殴られているんで、なるべくなら一発も殴られないようにするっていうのがベスト。ですが、今回はちょっと残念ながらボコボコにされています。でも勝てるでしょう、おそらく。こう見えて勝てると思うんで、しっかりと勝っていきます。いいですね。はい、ということで、大体これで敵を倒すことができるでしょう。こんな感じのゲーム、
なんとなくわかりましたか？はい、ということでね、今んとこ勝てないステージ9をやっていきたいと思います。うん、で、勝てない場合は前のステージに戻っていただいて、前のステージでアイテム等を獲得してキャラクターを強化していくっていうのが結構大事になってきますね。うん、多分勝てないんだよな、今の状況でも。で、どう行くかだよね。うん、結構ね、水にガンブリしても強かったんで、これ水ガンブリで行ってもいいかなっていうふうに思ってますね。はい、ということで、とりあえずレベル上がってくれ。これどうしようかな。水球が敵を倒した後、追加で1つ OK、 これでいきましょう。はい、このね、水結構強化して戦ってあげても全然強いんでね、水で行きましょうか。はい、ということで、あとは弾幕を大量に増やしたいよね。うん、で、この雑魚敵を倒すのに2発必要になってるんで、なるべくなら早く1発で倒せるようにしたい。困りましたね、水の強化できないから。ここはこっち行きますか。はい、暗殺いいですね。これね、まっすぐ結構飛ばしてくれる攻撃になってるんで、結構貫通して敵をね攻撃してくれます。うん、結構ねダメージがでかいんで、で、この貫通のやつもう一回強化していきましょう。はい、敵がね多い時はこういう貫通系っていうのがめちゃめちゃ役に立ってくれるんで、まあ、そこら辺もいろいろ考えながらね、使っていきましょう。うん、やっぱね難しくなってくるとね、敵がねこんな風にねバーって出てくるんだよ。で、この単発系の攻撃だと全然間に合わなくなってくるんで、まあ、そこら辺もちょっと考えの一つだね。うん、ということで、とりあえず水行こうか。水を強化して、まあ、しっかりと、敵を倒しながらレベルを上げていきましょう。うん、うわー、これどうする？これ行こうか。うん、この貫通する水の刃的なやつをねしっかり強化していきましょう。うわー、ちょっと最前線来ちゃったな、敵が。うん、これね溜まっていくんですよ、敵が。で、勝てなくなってくるんで、早く処理していきたいが、ダメージ上げていこう。ダメージ上げてしっかりと敵を倒せるようにしておこう。うん、壁を攻撃されている、まずいですね。壁を守りたいが、いやー、ボスも来た。いやー、これ勝てないんだな、やっぱり。はい、さらに、この水の飛んでいるやつね、まっすぐレーザー光線を強化していきます。うん、強化、いやでも無理か。一番手前がちょっとね厳しいですね。さあ、これ倒していきたい。ダメだ、最前線が敵の手によって落とされようとしている。これはね頑張ってレベルを上げてしっかりと強くなって防いでいきたいが、よし、いけ、頼む、水の玉よ、さらに強くなって倒してくれ敵を。いやでもこれ厳しいぞ、かなり厳しい。壁がもう破られようとしている。まあ、こういう風にね、ボコボコにされたら、手前のステージでまたレベル上げをするっていう感じかな。うん。そんな風にやっていただければね、また先に進めるようになると思います。こういうゲームね、結構地道にね、前に進んでいく系なんで、地道にね、強くなっていきましょう。はい。やられていく。はい。ということで、やられてしまいましたね。で、やられてしまったら、こういうところを強化していただいて、で、強くすればね結構進めるようになるんで、キャラクターの強化と、あとここだね、この、宝石の見直しとかね、この宝石っていうのはいろいろスキルがついております。はい、あ、これつけれるじゃん。はい、このようにつけれるやつもあるんで、しっかりと見落とさないようにねやりましょう。よし、見落としてましたけど完全に。はい、で、あとねガチャ等もあります。このようにガチャを引くこともできるんですが、確率書いてないんだよね。これ確率書いてなかったら今問題になるんじゃないかなと思うけどね。うん、ということで、これねガチャでね宝石を入手すれば、さらにね強く戦うことができるんで、ガチャも大事ですね。で、この一番上のガチャは、武器、装備、英雄を獲得することが可能ということになってるんで、こちらですね、この猫ちゃんたちとか、装備とか、その辺をゲットすることができるんで、なるべくなら上の方を引いていきたいですね。はい、ということで、本日はニャンダーランド封印されし女神という神ゲーやっていきました。皆さんぜひね遊んでみてください。ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。